こんにちは、ブルーコースです。ということで、マリオストーリー続きやってまいりましょう。もうパートウォン。我が名はカーメン砂漠のおほなりは、とてんでた、この宮殿に勝手に入り込むやつ、誰だ、ただちりたちさめ様の子はお前に災いが降りかかろうぞ。どうぞ、降りかけてきてくださいよ。そう、鮭味ですか、カカオ味ですか。所詮その程度の鮭なんて、私が何でもかんでもやっちまうである。ということで、ちょっと待ってね。間違った。どうせだったら、はい、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい。ドゥー一撃必殺くるくる。三つもくれるんだ。三つもくれるんだったら行きましょう。でね、こいつね、毒まみれ、赤まみれだからな。食らうとめんどくせえんだよね。っていうことで、爆発するとあれなので、とりあえず何もしないです。カッキン甘いですね。攻撃力2ごときが貴様は俺に勝てると思うれよさ。雨になった分どうだ、体力はアップしているのか減っているのかどっちなんだい。あ、どうやら腐っていたようですね。チャーチャカチャチャーチャーチャーチャカチャンチャカチャン。ということで、もう一匹行きましょう。よし。ドゥーって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 。一匹増えてる参加はまあまあもうどうせ次でレベルアップするんでしょうということをそんなの踏んでおいて、バフで、じゃあ仕方ない。ここは一旦、カメキックスになりましょう。お前だけなんだ。今のこいつに勝てるのは。ちなみにあのさ、トゲ用ガードってさ、仲間も効果あるのかな？それともマリオだけになるのかな？そこら辺どうなんだろう？ちょっとそこら辺がわからないとね、なかなかあれですね。まあこれ一個ポーンとしたところであれなんだけど、さあ飛ばせるの。飛ばせるんかい！お前頭だけで飛んできやがって、この野郎。頭だけじゃねえよ。頭だけで飛ばしてきやがって、この野郎。バーフ！そんなに潰れてさ、でもこいつ体の数じゃなくて結局脳みそのか、あ、これレベルアップしたんじゃね？ごちそうさまでーす。あ、レベルアップしましたね。はい、早速、あれですね、幸先でございますね。どうしようかな、チャララン、チャララン、チャララン、あ、じゃあ、やばいやばい、それにしますかって言われ、選択肢もなくあれだね、勝手にやられちゃいましたね。まあ、いや。じゃあ、そういうことバッチを。あー、でもまあ、いいか。まだいいか。とりあえず、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい。ドーン、あ、無理か。この距離であれだよ、ぶつかった多分。ドーン、タラタタタララパパ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 パ。じゃあ、ちょっと待ってね。まあ、万が一あの、ねえ、っていうこともあるから、一応トゲ用ガードはこいつ、このタイミングでつけときますか。じゃあ、はい、仲間もう一緒にいるぞ。ごめんね。ピキーちゃん、ごめんね、一緒にいるのに仲間チェンジしようとしてて、ごめんなさい、許してください。その代わりこいつをぶちのめします。ありがとうございます。さあ、ここの名付けは一体何だったっけな？なんかよくわかんないシーソーに乗ったり、なんかラジバンダリとかしてたら、なんかそんな気がするんだけどね。もうなんかいつもラジバンダリとかさ、なんかシコシコとかさ、なんかそういうさ、もう、しょーん、あ、ちょっと待って、しょうもない、あれ、何してんの？しょうもない、なんか、もう、バカの一つ覚えみたいなことしか言えてないわけですね。トゲ用ガードと、あとどうしようかな。別に今いらないのにもうなぁ。もうハンマーチャージくらいつけとくか、じゃあ。いや、地震アタックの方がいいか。まあ、このステージもう一回くらいやってる間にあれでしょう。多分、進化するでしょ、きっと。ね。進化したらフラワーにして、僕らは色と、僕らは色と、あ、じゃあ、もうなんかわかんないようにした。僕らは愛の花咲かそう。あ、堂本さんと、あ、百田さん、桃田さん、わかんないですよね。とりあえず、ももクロのリーダーさん、ご結婚おめでとうございます。もう、今時はさ、もうアイドルのなんか恋愛禁止とかっていうのもさ、ほんとクソみたいな話なの。だってさ、ポリコレとか気にするくらいだったらさ、アイドルの恋愛くらい、ね、なんかスッとしろよって、まあ、愚か者めが、ロケットしてる狭くのミイラになるのがいいわ。まあ、ミイラになるの別に構わないんだけどさ、ミイラにできるもんならやってみろってんだよ、バーロー。あ、ここはあれだね、上からじゃあまずは上から、クリちゃん行こうか。よいしょ。ここ。ひっくり返りバースで、こいつもひっくり返しておこう。こいつはでもね、一旦で確か起き上がってくるはずだから。まあ、でも、この敵は楽だよね。メット、ヘルメット。見ても可愛いよね。最大 HP3 で攻撃力2、防御力2だ。火の攻撃あまり効かないみたいだよ。でも、ひっくり返しても、防御力0。なんかひっくり返して。昔はそんなに。
ほってこいつの毒舌は半端ねえな。くるっ、くるっと、オッケー、ありがとう。じゃあ、よいしょ。ぺこっ、ぽこっと。ぺこぺこぴょこぴょこ、こっちで終わり。あ、お前もひっくり返りん、こっちん。くる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 。でも2しかくれないんだ。しょぼいね。よいしょ。ほいほいほい。とい。はい、お疲れ様でございました。まあ、ここら辺からこう、なんかいろんなこう仲間をね、いろいろとこうフル稼働させていきながら、謎解きをしていくっていうのが、まあ、ここら辺がね、そのマリオの、マリオストーリーのこの面白いところというか、あれだよね。醍醐味っていうかさ、まあ、ゼルダの伝説もさ、その一つのステージでさ、まあ、そのステージで手に入れたアイテムを使いながら、でもやっぱりそれまでに捕まえたアイテムとかもいろいろ駆使して謎解きをしていかなきゃいけなかったりとかってね、まあ、そのくらいのやりごたえがないとなかなか難しいもんですよね。最近のバイオハザードの謎解きとかっていうのもさ、まあ、バイオ RE4 に関しては結構苦労、危ない。電子パネルの操作はあれ苦労したけどね。なかなかうーんってうなるような謎解きっていうのがやっぱこのグラフィックとかストーリー性をこう気にしすぎたあたりからなんかいまいちこうピンとこないっていうケースが増えてきちゃったりもしたりしたから危ない、危ない、ちょお前聞かないんだって、こいつ絶対爆発物陳列剤全然全くもっと効かないんですよこいつには、ということで踏みつぶします。危ないっす、危ないっす、俺が受けるんかい、ガーン、あ、ちょっと待って、ガーン、ひょこよいしょー、なんだ、もういらんて、いらんて、こう、まあ占いは嬉しいんだけど今じゃないんだよな、もうちょっとこう、しかも殺してるし、4、なんかウルトラブーツを履いた時よりもなんか激しい攻撃力になってる、かわいそう、オーバーキル、15、このままと普通にあと、何回だ ?85 でしょ ?4 だとしたら、まだあと23回叩かなきゃいけない。まだ無理だった。帰ります。さよなら。やっぱ上から行った方がいいのかな、これやっぱ順にね。まあ、ちょっとずつ地下に潜っていってね。ピラミッドの悪魔であるね。ラドンさんと戦わなきゃいけないからね。あれ違う。あれこれ持ってきたわ。あれ どこ行かなきゃいけないんだ、じゃあここ行った。で、ここは戻ってきた。で、ここはまだ行けない。じゃあもっと近か。ああ、ここね。はいはいはい。あ、ダメダメ、この部屋入っちゃダメとか言ってるんでしょ、どうせ。あ、言わねえわ。全然言わなかったわ。これ今でもシューってやったところで、くちゃこん。意味はないよね。あれ?すげえ嫌な予感がするな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。こっちか。シュービービンがいいかな。チュルチュ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 ン、ポコン、ポコン、ポコン、縛りばし、てぃー、ここ、たたらたたらたたたたたた、あ、そか、サンボマミー、まだあれか。どうしようかな、じゃあ、どうしよう、1体にしてから、仲間チェンジしようか。ぷっぷっぷっ、バフ。ちゃ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 ペキーン、くる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 、ウィーカッキーン、まあどうせこれで十分だからね、じゃあクリクリクリッとしとこう、クリクリッちゃんのクリクリ、サンマミデスキミサンボミイラのサンボだ、最大 HP4 で攻撃力に、頭の時には注意で踏むとダメージを受けるからね、それに毒もあるので大体こういう作れるとトリックさせてやっつけちゃおう、ウィーカッキーン、あれ今、俺今トゲヨガードつけてたっけ?トゲヨガードをつけてるという前提のもと、クリオ続きをしたら果たして、あ、やっぱ無理か。うえ。あれってか、マジでつけたっけ?あ、膨らまないかい。トゥットゥットゥッティーバフ。トゲヨガードやっぱマリオだけなのか。ちょっとトゲ用ガードつけてるよね。あー、やっぱマリオだけなのか。そっか。じゃああんま意味ないな。どうせこのステージであんま使うこともないもんね。そう考えると、あー、まあいいか。
ちょちょ、この遺跡ってさ、スイッチを入れるのがなんか不思議なんだよね。不思議な感覚に雨あられってか、トゥー。あれトゥー、チュルチュチュチュルチュ。一個潰すってて、ちゃ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 、マジか、こいつがいいのか。ピズチハンマー降りておいで。バササチュルルって、チュルルバササってこいつ、どうだったっけ。よいしょ、カッキン。ただの変態です。よいしょー、じゃあ物知りなんかとりあえずよいしょって言っとけばなんとかなるじゃん。氷お化けのバサバサだ。あれはバサバサって言うからバサバサになる。ああ、ギュンゴの方を取られちゃったのね。ジャンプ取るが地震を起こすと落ちてくるんだ。パレットなら天井の時も攻撃できるけどね。落ちて飛ん、あ、こいつの解説はまともだった。あいた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 。あれあれ全然チュルルせえへんや。あれチュルッとするんじゃなかったっけこいつ。シュル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 。チャ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 。で、ラストカメキ。カメキアタック。あれカメキアタック。あれなんか身長低く、ああまたいるのか。そっか。あ、やった。一撃必殺。こういう時はめんどくさいから楽でいいよね。FP も使っちゃうしさ。プップッ。ちなみにこれってマリオが攻撃する時だけだよね。2.5 倍だ。なかなかやるじゃん。ありがとうございます。ちょっと鍵をよこせ。あ、落ちてきた。目の前に落ちてくるのね。優しいじゃん。どういう仕様なんだろうね、これも。でもさ、カーメンってなんかすごい、だからそもそもさ、最深部にたどり着けるような仕組みにしちゃいけないんじゃないかと思うんだけど、そこはきっとまあ、触れちゃいけないんだろうな。あー、これはあれだ。上から行っとくべきかな。よし、じゃあパレたー。この次にて、あー、そうか。この次あれか。お化けのステージをクリアしたらあれなんだよ。あ、ダメダメ、この部屋ちゃう。じゃなくて、直ちに出ていけよ、出ていかなければ、お前の恐ろしい呪いをかけちゃうぞー。まあ、かけれるもんならかけてみなっていう話なんだけど、ここはただの謎解きかな？ぽいね。じゃあ、まず踏んで、宝箱のさ、マークがもう普通に映ってるもんね。あ、ここん。で、よいしょ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 、ほい、踏みます。あれ？あ、そっか、ごめん、緑色だった、普通に。やらかした、やらかした。やらかしたというか、普通に順番通り進んで、あ、これ、こんな普通に順番通り進んでいくで正解なのか？ですね。で、あとは、こんななんか、あれ？じゃあ、あそこの真ん中を踏む必要はなかったって話か。そんな楽勝なことあるか。降りて、チャラー、チャラチャチャラチャ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 、クリアー。謎解きですらないレベルの簡単加減だったな。よいしょ。そうすると、ちょっと待ってね。ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい。あげちゃう、あげちゃう、あげちゃう、ピンキーボーン。で、ここは？え？あれ、この、あー！こんな簡単な感じでよかったんだっけ？あ、しまった。まあ、どうしようかな。普通にじゃあ、ハンマーするか。あ、サンジ死なねえのか。あ、こいつこれ記録4か、もしかして。じゃあ、1体殺しときましょう。あちょーくる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 。あ、やっぱあれだね。あ、早い。どうしよう。まあ、いや、普通に。でも、絶妙だな。その、一撃じゃ殺せないっていう、こう、体力設定にしてあるところが絶妙で面白いよね。甘いわー。んで、くるっと、で、物知りましょう。ストーンウォーム、つまり石のウォームで最大 HP4 の3の1。はい。頭からガジってくるのね。オッケーオッケー。いいでしょう。3、2、1、ゴーショー！くる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 。次誰パワーアップさせようかな。やっぱピンキーかな。ピンキーあれなんだよな。このステージだと、ボスぶちのめせないから、やっぱ先パレッタかな。パレパレにしとこう。パラ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 パーン。
そうだね、さっきパレちゃんだね。ほんとピンキー。まあ、そうだね。ちゃちゃん。ちゃくちゃくちゃん。チュー。チュー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 。スーパーランク。あ、ここはまだ先だな。ここまだ後だな。あ、ちゃ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 。先に手に入れたことによってできるあれをやっとかなきゃいけないから、と。よし、戻って。多分ここをまずさらに進んでいくことになるだろうから。そうだよね。あ、違う、頭打ってるし。あれ？ここさっきさ、スイッチ踏んでなかったっけ？なんで戻っとる？で、この確か呪いの人形を、チャールズィーに与えておくことで、なんか、手に入るんじゃなかったっけ？なんか、いいものが手に入る。そんな気がする。なんか、クッパに対して、一撃で、500発くらい攻撃与えられるみたいな。連続500回ジャンプみたいなやつ。あー、どうしよっかなー。めっちゃ超ジャンプして、あ、ちょ、危ない危ない危ない。なんで今飛んだ？よいしょ、落ちてー、ドーン！これで一撃で終わんじゃないか？よーし、そう。いいね。4くれるのありがたいね、やっぱね。普通の戦闘2回分になるのかな。楽勝。うぃー、さよなら、キック。キックじゃない、あった。45。あー、どうなんだ、微妙？ボスと戦う前に、レベルアップはちょっと微妙かもしれないね。よし、さあ、じゃあ進んでいきましょう。シュイー、シュイー。まあ、残ってる敵全員ぶちのめしてったらわかんないけどね。ちょっと待って、とりあえず、クリッと行っとこう。オッケー！クリッとせ、あー、痛いですかー。ほっ。あ、ちょっと待って、下手くそまあいいや、どうせ、あ、でもそっか、マリオは1しか与えられないから、うわ、結局めんどくさいことしちゃったな。あー、しかも1体はあれか、普通に。どうしようかな。ちょっと贅沢しちゃおう。なんで今できなかったんだ、うまく。まあ、ごめん、俺が下手くそなだけなの。やったー！チャ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 ー。で、どうせまたストーンワーマーが2体出てくるでしょ？どっかで。生き返すのだ。今ならまだ間に合うぞ。大人一目に合わせると大人だぞ。後悔しも知らないぞ。あのね、余裕のあるやつはね、まずね、言葉をあまり発さないっていうことと、あとね、シンプルにね、そこまでなんだろう。なんか警告をしないよね、普通に。あれ？あ、なんか普通に階段出てくるのか。なんかもっと複雑な仕組みになってるのかと思ったら。なんか上から砂が落ちてきて、なんか、ああ、やばい。あーってなんでやねー。攻撃を受ける前に、やっつけなきゃいけないみたいな。どうしようかなー。まあ、いいか。あ、やった一撃だ。ピューチュ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 。長いんだよな。だからやっぱあれだよね、スーパーハンマーになったことによってちょっと重さが増して、さらに地震をつけるためにね、震度7弱の地震を起こすために7弱なんていう単位はないんだけどね。わーわー、ちょ、なんでは？は？飛んだべや、お前。そして全員、なんかこの野郎、全員地上に追いやがれ。命令です、どうす。オッケー、ヒューってなっている間に、はい、バサバサ。よいしょー、オッケー、ヒューあはぁ、と。なんかもう、ものすごいなんか、のけぞり方してたな、こいつ、今。よいしょ、ポン。これで2だから、じゃあ、でも攻撃力、あ、じゃあ、防御力2だから、あれか。そうか。よいしょ。1回は課金になる。買ったよね、防御力2のさ、こう、今更だけど、防御力2の、ね、甲羅に向かって、カッキーンってできるって、オッケー、テラチャ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 。めんどくせえなぁ。あ、でもこいつあれか、一回攻撃してきたら落ちてくんのかな、普通に。だとしたら今のすげえ無駄なことしちゃうなぁって感じがする。まあいいや。よし。
俺の4になったハンマー食らいやがれ。チャ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 カチャチャキピン。で、いよいよフラワーがなくなりました。どっかで回復。あ、ここに繋がるのか。あ、じゃあどっちから来てもよかったんだな。ってことは、どっかで手に入れたその鍵を使う場所が、あれ？ちょっと待って、地図がわからなくなってくる。こっちでいいのか？で、ここは確かさっき行ったところだから、あれ？違うな。違う。あれ？ここはだって入り口だってよね。まあ、とりあえずちょっと、回復だけしに行きましょう。まあ、あとちょっとでレベルアップなんだけど、念には念をね、やっとかなきゃいけないので。やばい。地図がわからなくなってます。かわいいよね。地図がかわ、わからなくなってるっていうのはさ、とりあえずじゃあセーブしてさ、ミヨーン。ああ、ダメダメ、この部屋入っちゃダメって。多分あれだよ。あら、復活してるシコロスキーだ。やばい。マスカット、シコルスキー、ブライアンです。あー、なるほどね。全員復活してやがる。よいしょ。と、やっちゃっていい。セイベ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 イ。セイベイベイ。さよならチン。くる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 。復活が早いざますね。あ、しまった。普通にハンマー使えばよかった。よいしょ。あは。オッケー。じゃあじゃあじゃあつけばブブーン。ちゅ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 。あれこっちこっちはでも行ったもんね普通にね。あじゃあえ？あ行ってるね行ってるね。行っちゃったね。ってことはこっちはでも進んでても仕方があんめえし。あれ？やばい本当に謎好きになってる。ピラミッド。実際ピラミッドに迷い込んだ人たちってこんな感じになっちゃうんだろうな。あれこれ上行った？あ、じゃあ上はあれか。ちゃピン。あ、じゃあでここに隠れてたから。あ、そうだ、下行ったから今度あれだ。上行かなきゃいけないんだ。間違えた。ごめん。ぴょーいーん。あおー、危ないー。で、鍵をゲットしたから、今度こっち行かなきゃ。何を言ってんだ、俺は。何を戻ってんだ。タコライスめ。沖縄県民め。あ、すいません、広島生まれです。シュー落ちて落ちて、砂まみれ、赤まみれ。あ、で、行けるようになると。なるほどね。で、そんなのどうでもいいんだけど、とりあえず、三角星を、ここに埋めて、あ、ちょ。星と三角。で、最後にお月サーマーを見つけてサマーライス。サマサマーと行きましょうか。で、直接出てくるじゃねえか。ペロン。で、上から降ってきた親方空からワンワンがチュッ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 防御力1だったら、てめえなんか大したこと、アメディアーって。くる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 。やばい、あー、わかったな、私の方ですいませんでした。ということで、お詫びに、ハンマーぶち下ろします。トイヤー。よいしょ、あー、やばい。お腹すいた。パパ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 ピン。どうしよっかな、おー。出血大サービス。コインは失われた。これで終わりかな？ってことは、あれだな。普通に、ちょっとレベルアップをしたいけど、あーでもめんどくさいな。めっちゃ目光るわん。わー、危ない危ない危ない。わしわしわし。どうした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 なんだ、普通に下に降りるだけか。これもう他にないよね。きっと他にないよね。きっと君は、ゴンザレス。もういっか。めんどくせえし。こっちは何もないのかな。じゃあ、パレッタにしておきましょう。もう短期決戦ですね。あ、違う。これが最後の警告だ。引き返せ。ちょっと待って。あ、間違えた。クリオでまず最初に物知りだけしとかないといけないね。ピキン、ブクブクン。
間違えちゃう、あ、実写、あー、やっちまったな、まあ、いいか。わっ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 わー、何かが浮いている、怖いよ、お化けだよと思うじゃん。ただのスケスケの実を食っただけなんだよな。でも空を完全に飛んでるとしたらこいつやばいよな。あ、違う、もっとやばかったわ。バラバラの実だったわ。おのれ、これ私誰かその結婚無視しようって怖がって逃げていくの常識だろうが礼儀を知らんやつめ。クッパ様忠実なる守備、このカーメン様に逆らったこと後悔させちゃいますよ。いや違った、後悔させてくれるわということなんだけど、まあシンプルにこれジャンプ届く、あ、届くんだって。あ、なるほどね。どうしよっかな、まあ、これ別にいらないしな。一発お見合いしとこうか。デイ痛い。で、物知りましょう。あと、ここならジャンプ普通に届くのか。クッパの弟子特殊の杖見張ってるんだ。オイラが聞いたところに収めになりたがってるんだって。最大 HP30、攻撃力は3。あそこの高いところで甲羅を投げて攻撃してくるんだ。時々使ってくる魔法攻撃は2。うまく避けるようにしようね。あと、手下のワンワンを呼び出すんだ。呼ばれたワンワン攻撃力が高いんだ。カーメンかワンワンか、どっちを先に倒すかよく考えてね。ファッファッファッファ。いでよ、ワンワン。マリオに帰って速攻で呼び出しやがった。マジか。まあありがてえけどな。どうしようかな。速攻でワンワンだもんな。ちょ、痛い。ボタンを押し間違えた。押し間違えてはないんだけど、ワンワンだ。すっかりおなじみだね。最大 HP は4、攻撃力は3、防御力は3だ。体が硬いからちょっとくらいの攻撃じゃ傷もつかないんだ。噂によると結構こき疲れてカーメンのことちょっと恨んでるらしいよ。どういうあれなのかな、こきの、こき、あー、ちょ、よそ見してる間に、こき使われてるのかっていうのがすっげえ気になるな。どうするのが正解か。ファイヤーフラワーって効くのかな、こいつらに。ただ、ちょっと攻撃力が3なんだよね。あ、そうか、ピンキーで、普通にこれ爆発、いや、パレッタシュートの方が良かったか。爆発効くのかな、こいつ。あ、効くんかーい。効くならいいや。よいしょ、オッケー。パッパッパッパ、私の魔法の天才、我が魔法面白いがよい。ん？あ、ててあー、しかもピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい。そういうこともある、ピンキー。ガッツンは攻撃力4だったっけ。ちょ、待って、あー、なんこういう時にミスるんだもんな。よいしょ、時使われてお怒りなさい。よ、これは非常にまずいでやんす。とりあえず、もう一回ガッツン。あ、ちょ、待って、なんで。あ、そもそもの攻撃力が足りない説ある。うわー、マジか。だったら攻撃力を上げてほしかったな。防御力上げられたところであんま意味ないんだよね。また魔法か。そろそろ自分が食らうタイミングじゃないか。うわ、ですよね。落ちます。あれ、これ落ちて一旦、あれチャンスこれ。よいしょー。あ、でも4食らうな。あ、そっか。え、あ、ちょっと待って。じゃあ、俺普通にミスってるだけか。うおー、ドフン。くる。あ、4しかくれないんだ。痛。なんてことする。痛いではないか。私の僕のともブレインオーラー、報いを受けるがよい。あ、じゃあ、ずるいぞ。なんか2ターンの攻撃。報いを受けるがよい。ラララちゃん。じゃあ、ちょっと待って。まあ、スッキリそっかでもすっか。そうなると、あともうパレッタシュートしかできないもんね、普通にね。オッケー。あ、しないのか。技が使えないってなってるもんね。じゃあパレッタにしよう。うわー。ドゥン。またアホ？アホなの？よいしょ。トゥットゥッ。で、アホー 4、 オッケー、いいね。じゃあパレッタでもしよっか。オッケー。さあ次のターンでおしまいでやんすかな。何、ああ、なんだろう。ただ空飛びたいだけの人か。いてよ、ワンワン。トン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 。どうしようかな。プッププッ。これカーメン先に倒せないのかーい。カーメン倒したらワンワンだけ残るとか、そういうあれ？
くるくる、ああ一瞬倒せ、あーでもワンワンのあれはくれないのか、まあ、いやとりあえずレベルアップしたからそれで許しましょう。ちょろ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 、あちょ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 、まあいいや、まあこれ、わあ、ああ落ちてきました、ドゥ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 、さあ恨んでいるワンワンが、あワンワンちゃん、けー助けてね、なるほどな、ずっと上にいたからあの噛みたくても噛めなかったっていうオチなのか、あいつ噛まれた絵どこ行っちゃったんだろう、まああの残酷な結果になろうが、私にとってはどうでもいいことなんで、はい。ということで、ママを手に入れました。チャーチャカ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 チャチャカーチャ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 ー。いやー、サクッと二つ目もいきましたね。ママは何だったっけ、子守歌歌ってくるんだっけ、で、相手を寝かしつけてくれるみたいな。ママの子守歌って大事だもんな。うちの子にまだ歌ったことないけどな、子守歌って。カラカラ砂漠の砂と謎に包まれていた伝説のアラビン遺跡を見つけ出し、魔法使いカーメンをやっつけてマリオたちは二人目の星の星を助け出すことができました。しかしマリオを待ち受ける時もだんだん手強くなり、冒険はますます厳しくなります。果たして次の行く手で町人たちを負けるようになるどんな冒険なのでしょうか。はい、ということで、ピーチパートはですね、次回やっていこうというふうに思いますので、一旦ここで終わりです。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。バイナラー。